日本秋田県秋田市手形山崎町手形山崎町は秋田県秋田市にある町郵便番号は010-0854住居表示実施済み秋田市の東部手形地域の中では中央部に位置する南端は秋田県道28号秋田岩見船岡線東端は手形山直下を流れる用水路に隔てられているまた西部で 秋田県道15号秋田八郎型線が南北に東部で手形蛇や赤沼街道が東西に横断する。県道28号の手形立が東詰がある。その直下を斜めに横断する道は現在は南側が秋田駅東口への近道として使われているが、もともとは人種別森林鉄道の廃線跡である。地域の多くが住宅地であると同時に、 県道に面して小規模な商業施設が並ぶ。また北西で手形学園長の秋田大学手形キャンパスと隣接するため学生街でもある。西は手形新栄会北西は手形住吉町、手形学園長、北東は手形あざ大沢、東は手形あ蛇屋、南は手形あ西谷手形山崎に接する。町名の由来は、 旧辞名の山崎から、以下はすべて住居表示実施に伴う変更。2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町内に鉄道は通っていない。最寄り駅は中通り7丁目にある JR 東日本大雨、本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。ありがとうございます。